私の投資能力使えるようにできると。こいつで身を守る。
行けぞ。おっと、ミスで攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな、注意してくれ。かかって次だ。あいつ爆発するぞ。距離を詰められないよう気をつけろよ。行けぞ。よし、やけどしないでね。外角に当たった。攻撃
撃を集中すれば破壊できそうだぞ。今だ。弱点発見。今のじゃこれってかなりやばいじゃないか。念力だ。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。ここでルカの瞬間移動を使うと楽かもしれないな。もっと鍛えておけば。いらっしゃった。ユイト様がいらっしゃった。歓迎いたします。こんにちは。なんだか花火一条様、いつもおじ様にはお世話になっております。はい、お世話になってます。そのおじとはどのようなお仕事を？主に食料や医療品をご提供いただいて、こちらからは物資をお渡し。物資。急に訪ねてきたのに、こんな風に迎え入れてくれてありがとうございます。俺たちは。私たちの知識にご興味がおありでしょう。え？あなた方は特別なお客様。僕たちはどうやら歓迎されているようです。なぜかは分かりませんが。渡りに船とも言えるが、さすがに都合が良すぎるな。知識に興味がって、俺たちが情報を求めてきたのを見抜かれ。ユイトと私のことも知ってたっぽいよね。見える範囲で怪しいものや人影はない。でも透視できないところもたくさんある。正直違和感はあるけど、もう少し踏み込んでみないと。何、さっきの人たちについていってみ。つぐみ、何か気づいたことがあったら。うん、分かっ。了解。十分に気をつけてくれよ。すごい量ですね。圧巻です。これは本物の書物でしょうか？もし許されるならじっくり読んでみたいですけど。ここは一体。どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？この部屋には、この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか？強化？どういうことだ？なぜ強化の映像が？人命強化、該当件数1件。強化エデンについて。強化エデンは都月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？っていうか作られたってどういうこと？
デザインチルドレン。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。概ねルカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とは。ええ、ちょっと信じられないですね。しかもそれが強化だなんて。強化が渡月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではある。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである、渡月強化層ヒトヨポープ博士のもの。え、だったら強化とそのポープ博士が同じ顔ってこと？はい、強化エデンはポープ博士を元にして作成。ポープ博士が強化を作ったのか？いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。 2000? 渡月橋ってそんな昔からあったの？ニューヒムカが建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ、月はあなた方を見守って消えちゃった。相手のペースに乗せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末ではさっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていない。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか？情報の真偽はともかく、危険はないように感じたが。そうだな。今度は俺が座ってみよう。